こんにちは。今回は産業革命の進展の学習です。1880年代後半、日本でも産業革命が進みました。中心は紡績業や製糸業などの軽工業で、紡績業では日清戦争後に綿糸の輸出量が輸入量を上回りました。製糸業では日露戦争後に世界最大の輸出国となっていきます。重化学工業では日清戦争後、福岡県に官営の八幡製鉄所が建設されました。その主な動力源は、筑豊炭田で採れた石炭です。産業革命が進んでいく中で、三井、三菱、住友、安田などの資本家は、金融や貿易、工業など様々な業種に進出していきました。こうして日本の経済を支配する財閥に成長していったんです。資本主義の発展とともに、様々な社会問題も発生しました。長時間労働や安い賃金で厳しい労働をすることも多かったようです。そこで政府は工場法を制定しましたが、労働者の環境はなかなか改善しませんでした。また、産業の発展とともに公害問題も発生するようになります。栃木県の足尾銅山では、川の汚染や塩害などが発生しました。国会議員の田中正造などが操業停止を求める運動を進めていきましたが、政府は停止しませんでした。